はい、こちら1日1ガンダムとうとう今日は完全なものが映せないんで、今日こちら、ハイグレードやな、ハイグレードの、RGM79 カッコ G をなんと、ガンダムの08正体に出てきました。陸戦型ジムですこれ陸戦型ジム、はい、これこんな感じです、はい、陸戦型ジムね、ここ、東南アジアにおけるジオン公国軍の試作モビルアーマーの存在を確定した地球連邦軍、極東方面軍はモビルスーツ小隊を派遣し開発拠点の特定を急いでいた。そして開発拠点を発見すると全部隊の、集結を命じた。しかし拠点である鉱山基地には敵部隊も集結しつつあり、基地周辺に広がる密林において遭遇戦が勃発した。3機の陸戦型ジムとホバートラックで編成された MS 小隊は敵モビルスーツ部隊と遭遇すると戦闘開始。陸戦型ジムが装備する 100mm マシンガンから発射される銃弾やな、敵の前進を拒みその装甲を貫いた。そしてロケットランチャーが打ち出された砲弾は容赦なく敵を打ち砕いた。それぞれが装備する兵装の利点を生かした戦術はジオン航空軍モビルスーツを圧倒するに十分な威力を発揮した。わずか数分で決着したこの戦闘はこれから起こる鉱山基地攻略戦の前哨戦でもあったと。説明がちょっと違うな。確かね08小隊で08小隊に出てきたこのジムやなは RX78 計画やな、 V 作戦における試作ガンダムの、過剰パーツもしくは試作品を寄せ集めて作ったっていう言い方が当たってんねんけどな、うん、だから陸戦型ガンダムが共用してる部分がすごくたくさんあって、でちょっとこの陸戦型ジムで覚えてんのはね、何08小隊やなの女の人おってん、08小隊の女の人が悪界に頭潰されて、でジムの頭つけてたんよな、ジム頭っていうやつでこれで、これがね実はね、なんでやろうと思うのが、みんな2個ずつあるんですよ。段ボール箱に入ってたんですけどね、陸戦型ジムが2個。で、あと、プレミアムバンダイで売ってた、プレミアムバンダイの陸戦型ガンダム、パラシュートザック付き、パラシュートザックの付いた、ザックの付いた陸戦型ガンダムがあって、で、EG8 やったかな、シロが乗ってた、頭がアプサラスやったっけ、モビルはアプサラとの戦闘で、壊滅的な打撃を受けた陸戦型ガンダムが改装された EG8 やんが、EG8 にはパラシュートザックがついてんねんけど、陸戦型ガンダムはコンテナがついてんねんな、あれコンテナが。で、それをニコイチにしたプレミアムバンダイのやつがあって、で、この陸戦型ジムも2個あって、で、グフカスタム。もう、僕ね、10年ぐらいけど、なかなかいけてる選択肢やなって。グフカスタムのハイグレードも、やっぱ2個あんねん。うん。1個はね、もう飾ってあるからやねんけどもね。このジム、陸戦型ジムはね、1個しかないねん、まだ。だいたい2個あって、出来上がったやつは1個もないね、これ。ということでね、この陸戦型ジム。
を、ちょっとやってみようかな、やってみたい。なんでこれ実はね、この陸戦型08小隊はあのメカニックのデザインが大河原邦夫先生なんですよ。これ大河原邦夫先生だから、あの陸戦型ガンダム、陸戦型ガンダムと、陸戦ザクやな、ザクの F タイプにはねこういうスパイクアーマーがついてんのよな、あの08小隊版には。うん、でこれやねんな、ジムをこっちはハイグレードでちょっと よくなってから、この肘と膝の関節がこの当時のバンダイのスタンダードなスタイルなんですよ。ね、これちょっとやっていきたいなと思ってます。で、今、ちょっと今、さっき見えててんけどな、山積みやからな、だけど、あの、陸戦型ガンダムも、あの、こっちに今、一つ持ってきてます。プレミアバンダイのやつね、パラシュートザック付き。で、出来上がったやつで、武器コンテナもあるんで、武器コンテナが何でかここにあるんで、まあそれも含めてちょっとやってみたいですよ。はい、今日はそれで済ませてもらおう。1日1ガンダムは